ヤッホー、こんばんは。昨日ぶりです。今日は宇宙ライブ公演です。あ、そう、ピンつけたかったの、ここに忘れてた。ちょっと手で押さえとこんばんは。昨日ぶりで、2日連続で公演するのがちょっと久しぶりなんで顔がむくみました。なんか昨日も結構そわそわしてて、久しぶりの公演で。でも今日の方がなんかそわそわする。大丈夫かな。反省会？いや、そんな長くはなかったけど、先生がいる時といない時があって、いらっしゃったから、まあ短くはなかったけど長くもなかった。あのね、あれなんよ。ナンバライティ公演は公演自体の時間が長いから、その終わるのが遅いんですよ。普通の公演より。だからかな。なんか暑い暑くなって。こんにちは。そう、サンリオで今総選挙やってて、シナモンくんが1位になったのでちょっと安心してます。安心してます。嬉しいね。でもほんまに人気がすごいから、そんなに緊張はしてないけど。え、もう梅雨？やだ、雨やだ。ねえ、でも確かに最近天気悪いこと増えたもんね。梅雨が近づいてきてるんかな。でも5月はまだか。6月くらい。いや、多分ライブ、次夏にライブあるじゃないですか。そのライブのリハ期間とかがもう毎日雨みたいな感じかな。リハ期間なら全然雨でもいい。嫌やけど。週末って何かあったっけ。お話し会か。お話し会はまあ室内やから。あ、でも天気悪いの嫌やな。だって髪の毛巻いていっても落ちるから嫌やわ、やっぱり。お話し会
テーマを細かく決めすぎて、うん、今週末何着るかもう分からへんでも今受付中なんで、ラスト受付、皆さんぜひ、5月の一番最後の週のね土日受付中なので、ぜひお待ちしてますね。そう、申し込み中、最後、ほんまに最後やかし、ほんまに最後やし、次のシングルとかなんかいつ出るか分からへんからね、もうめちゃめちゃ先かもしれへんや、次出るのが。そしたらもうしばらく会えなくなるので、もう本当にイベント自体の最後なので、この段の、なのでぜひぜひ最終日の、一番最終日はコスプレします。コスプレはね、そう、可愛い系、あざとい系、セクシー系全部一緒やんって感じなんですけどもうみんなが好きそうなやつを選ぶから、ぜひ来てください。なんか夏のコンサートでシングル発表やったらもう撮影してのやばいやんなんかお話し会オンライン、やっぱリアルってなんかやっぱりちょっとコスプレもするけど、なんかそんな攻めたコスプレとか、まあ、するけど、最大限に攻めたコスプレはもうオンラインしかしないから、最終日期待しててほしいなって思います。まあ、全部気合い入れてるねんけど、オンラインはほんまに服装に一番気合い入れてんのがオンラインやから、お待ちしてます。確かにね、オンラインもしかしたらね、なんかなくなるかもしれへんしね。もしかしたらオンラインお話し会自体なくなるかも知らんで、リアルもうちょっとずつリアル増えてきて、だからあの遠くの方とかお待ちしてますね。うん、ちょっと合間のリアル触れるか全然聞いたとかじゃないから適当に言ってるだけやけど、確かになくなることはないやろうけど、減っちゃうかもしれない。ぜひぜひラスト受付お待ちしております。
お腹空いてきた。ご飯を食べるか迷ってる。なんかね、ちょっと気分、今日のお弁当がちょっと気分じゃなかったから迷ってる。あ、アイス食べよう。アイス食べます。そういえば昨日ね、ミラコが差し入れしてくれたアイスあったんやった。それ食べて出ます。なんか公園前でがっつり、まあ食べたい日もあるけど、全然好き嫌いはないねんけど。なんやっけな、忘れた。今日のお弁当なんかいろいろモリモリに盛られてるお弁当でした。お寿司食べたい。なんかパクッとね食べれるやつがいい。ぜんざい。出前。え、ケータリングあるのに出前、気まずすぎひんそれ。あ、公演お待ちしてます。マクド、あ、そう、マクド行きたいなと思ってて、結局行ってないねんな。シルバニア終わってないよ。この間ね、第2弾が始まって、第1弾はほぼゲットできて、で第2弾になってからまだ1回も買えてないから、その第2弾のおもちゃをゲットしに行きたい。でもその第2弾のおもちゃが、あ、全部欲しいね。そう、第1弾はシルバニアやねんけど、第1弾はまあ何個か、まあどっちでもいい。まああってもなくてもいいかなみたいなやつがあってんけど、第2弾はほんまに全部欲しいからいっぱい食べようって思ってますけど、なかなかいけてない。コンプリートしたい。第1弾はそのなんか5個ぐらい、5種類ぐらいあって、でかぶりはなかったんけど、その自分が1個だけ欲しいや、一番欲しいやつ以外をコンプリートしてしまいました。が欲しいやつはゲットできひんかって。まあでもなんかそんなライブ前やったし、もうちょっとプクプクしてきたなみたいな感じがあったから
ちょっとやめました、うん、もう諦めようと思って。第2弾の方が欲しいやついっぱいあったから第2弾でいっかと思って。なのでまたマクド生活始めます。もうしばらく多分5月は何もないと思うから食べ過ぎても大丈夫やと思う。でありったけのもう自分が満足するまで食べたいと思いますそれでは15分経ったので終わりたいと思います。もうが公演の準備もねしないとダメなんで行ってきます。それではランキングを読みます。いきますね。13位ヘーゼルナッツありがとうございます。12位ひろゆきさんありがとうございます。11位まつんやんありがとうございます。10位野原しんのすけのすけありがとうございます。8位はっちゃん、9位はっちゃんありがとうございます。8位ひよこありがとうございます。7位きのありがとうございます。6位チャンピオありがとうございます。5位たこやまありがとうございます。4位てつありがとうございます。3位やすべありがとうございます。2位沸騰注意ありがとうございます。1位京都のおやじありがとうございます。皆さんありがとうございました。まあね、まあ、しばらくちょっと開くかもしれないんですけど、また配信もするし公演もまたすぐあると思うのでお待ちしておりますね。それではありがとうございました。公演頑張ってきます頑張ってきます。バイバイ、またね。